プルマン客車の内部プルマンは、ジョージ・プルマンが1867年に設立し、19世紀中頃から20世紀半ばにかけて、アメリカ合衆国を中心に、鉄道車両の製造と、寝台車の運行業務を行っていた会社である。鉄道の客車は、当初は、馬車用の客車から発達したもので、馬車時代の発想から抜け出しておらず、居住性は劣悪なものであった。 これに対して、ジョージ・プルマンは、それまでの鉄道になかった、豪華絢爛たる車両を開発して、世の中に送り出した。1867年に会社が設立された当初は、プルマンパルスカーカンパニーという社名だった。プルマンは、寝台車や、食堂車などを設計、製造するとと,ともに、その運行も、業務としていた。それまでの、鉄道車両は、 鉄道会社が保有して自社で運行するものという常識を覆し、機関車を用意して列車を運行するのは各鉄道会社であるが、客車と車掌、ポーター、食堂車の給仕や調理人などはプルマンが用意するという方法でサービスを展開した。寝台車の需要は時期により変化があり、鉄道会社としては余剰の辞任や車両を抱えるリスクを取らずに済んだ。 ことから、この方式は定着した。また、プルマンは、ヨーロッパにも進出して、業務を行っていたが、ヨーロッパでは、プルマンと同様の業務形態であった、国際信頼者会社との競争により、一部での運行を受け負うに止まった。プルマンが製造、運行したような信頼者の形態のことを、プルマン客車と呼ぶ。関連する会社を買収するなどして成長し、 1900年の再編により社名はプルマンカンパニーとなった。さらに1924年に車両製造事業を集約して車両製造部門はプルマンカーマニュファクチャリングカンパニーとなった。さらにスタンダードスティールカーを買収して1934年にプルマンスタンダードカーマニュファクチャリングカンパニーとなった。 第二次世界大戦中には反トラスト法の訴訟に巻き込まれ、会社は分割されて、製造部門と運行部門が分離された。大戦後、航空機への旅客の定義などにより、新大車の需要は低下し、最終的にプルマンによる新大車の運行は1968年いっぱいで打ち切られた。製造事業部門はその後も、鉄道車両や、 トロリーバスなどの製造を行っていたが、さらに会社の分割が行われ、1982年に、プルマンスタンダードは、プルマンテクノロジーとして独立し、1987年に、ボンバルディアに買収された。残った、プルマンもまた複雑な合併、再編を経て、2004年末時点では、自動車用のゴム部品の製造を行っている。ジョージ・プルマンは、 1855年にニューヨーク州バッファローからウェストフィールドへの夜行列車に乗っている時に当時の劣悪な客車に悩まされ大幅に改良した豪華な客車を製造するというアイデアを考えついたもともとプルマンは家具の製造事業を親の代から行っておりその経験を活かしてシカゴアルトン鉄道の客車をベースに改造して1859年に 最初のプルマン製寝台車ナンバー9を送り出した。この車両はブルーミントンシカゴ間で運行された。この車両はまだそれほど豪華なものではなかったが、ちょうどその頃勃発した南北戦争により、プルマンが製造した車両は兵員輸送目的で大量に買い上げられた。これにより経済的な基盤を固めたプルマンはかねてから考えていた。 豪華な客車の開発に乗り出した。1865年にこの理想はパイオニア号として送り出されることになった。しかしパイオニア号は当時の車両限界を超えて巨大で、当初は鉄道会社に受け入れられなかった。ところが、エーブラハム・リンカーン大統領が暗殺されると、その棺を乗せてワシントン DC からリンカーンの故郷に近い入りの一周。 スプリングフィールドまでの早々列車に用いられることになった。このために早々列車が通行する路線については、大四級パイオニア号に合わせて車両限界の拡張が行われ、これによってパイオニア号クラスの大きさの客車が通れる鉄道路線が広がることになった。早々列車に使われたことによって注目を集めたことから、各界の名刺から、 プルマンの列車への乗車希望が集まるようになり、鉄道会社にとってもプルマンは無視できないものとなった。プルマンが1890年に製造した、ボルチモアオハイオ鉄道のロイヤルブルー用の、客車メリーランド州ボルチモアのボルチモアオハイオ鉄道博物館に、保存1867年2月22日、プルマンパレスカーカンパニーが設立された。 同年、シカゴとニューヨークの間で、ホテルカーの運行が始まり、翌年には、食堂車が導入された。それまでの客車の常識を覆し、カーペットやカーテン、布張りの椅子に、図書館、カードテーブルまで備え、比類なき乗客サービスの豪華な寝台車を製造した。1870年には専用の車両工場も、設立された。安全性の向上にも、 積極的に取り組み、1871年には、ジョージ・ウェスティングハウスが開発したばかりの空気ブレーキを導入した。1887年には、暖房を従来の石炭ストーブからスチーム温水暖房へ変えて快適な車内環境を実現した。車内照明についても、トーマス・エジソンが発明したばかりの白熱電球を試験しているが、 当時のフィラメントは振動に弱く実用化できなかったため1891年からピンチガスを利用したガス灯を使うようになった。一方で1894年にはプルマンストライキにも見舞われた。これは不況のさなかにプルマンが労働時間を減らして賃金カットを行ったが会社が労働者に貸していた。 住居の家賃は引き下げなかったことが原因となった。労働者たちは、友人 V デブス率いるアメリカ鉄道組合に加盟していた。ジョージ・プルマンが1897年に死去した後、エイブラハム・リンカーンの息子のロバート・トッド・リンカーンが社長になった。1910年製のプルマン・カーデン・バーリオグランデ・ウェスタン鉄道の社長専用職業者、ナンバーワン・レイチで、 現在は復元されて、エイブラハムリンカーンとなっている。プルマンパレスカーは、多くの関連、競合会社を買収し再編して、1900年1月1日に、プルマンカンパニーとなった。1907年には、車体すべてを構成とした車両を送り出している。第一次世界大戦の時期には、戦時の緊急体制として、連邦政府がアメリカの、 各民間鉄道会社の直接運営に乗り出し、アメリカ合衆国鉄道管理局が設立された。これに合わせて、プルマンも1918年から1920年まで、ユースラの指揮下に入り、この間は、プルマンカーラインズと解消していた。プルマンにとっての全盛期は1920年代であった。1925年の時点で、 保有車両は9800両となり、28000人の車掌と12000人のポーターを雇用していた。年間2600万人が利用する巨大なホテルチェーンへと成長した。1924年6月18日に、プルマンの車両を製造事業を集約して、プルマン製造部門を独立させた、プルマンカーマニュファクチャリングカンパニーを設立した。 また、親会社のプルマンは、1927年7月21日に、プルマンインコーポレイテッドへと再編された。世界恐慌の最中の1929年には、同じく鉄道車両製造事業を行っていた、スタンダードスティールカーの株式の過半数を取得して、1930年3月1日に、子会社とした。 スタンダードスティールカーは1902年1月2日に設立され、当初はペンシルベニア州バトラーで、1906年以降はインディアナ州ハモンドで鉄道車両製造工場を運営していた。さらに1934年12月26日に、プルマンカーマニュファクチャーリングとスタンダードスティールカー、およびその他のいくつかのプルマンの子会社は合併して、プルマン、 スタンダードカーマニューファクチャリングカンパニーとなった。世界恐慌に直面して、プルマンへの新造車両の発注は激減し、また寝台車の利用も同様に激減した。これに対処してプルマンは労働者をレイオフし、運賃を値引いて利用を喚起しようとした。またエアコンディショナーを車両に設置したり、既存の車両の改装を進めたりした。それまで、 開放式の寝台が主流であったものを個室寝台式に改装するなどしている。プルマンは1931年2月にその標準としていた重量型寝台客車の最後の車両を製造した。これ以降は軽量客車の製造を行うようになった。 ようやく信頼者の利用が回復し、また新しい軽量客車の発注も増加しつつあった1940年に、アメリカ合衆国司法省は、フィラデルフィアの地方裁判所に、プルマンに対する反トラスト法の訴えを提起した。1944年に裁判所はこれを認め、プルマンインコーポレイテッドに対して、信頼者運行部門のプルマンと、鉄道車両製造部門のプルマン、 スタンダードカーマニュファクチャリングを分割することを命じた。3年ほどの交渉により、プルマンは57の鉄道会社からなるコンソーシアムに、対して4000万ドルほどで売却された。1944年の会社分割後も、プルマンインコーポレーテッドは、旅客列車運行業務を担当する、プルマンカンパニーと、客車と貨車の製造を行うプルマン。 スタンダードカーマニューファクチャリングカンパニーなどの子会社群の親会社として残った。また大規模な貨車のリース業務は親会社の直接管理下に残された。1947年に製造されたプルマン、スタンダードの800型トロリーバス第2次世界大戦後、プルマンは大戦前と同じように新台車の利用と新造車両の発注を期待していた。しかし、 アメリカにおいては、旅客鉄道の利用自体が自動車や航空機との競争に敗れて、急速に落ち込み始め、同様に、プルマンの業績も落ちていった。プルマンカンパニーの新大車の営業とリースは、すべて、1968年12月31日に打ち切られた。1969年1月1日。 新大社運行部門のプルマンカンパニーは解散し、すべての資産は生産された。多くの鉄道会社で見られた、はっきりとした変化として、プルマン所有車両すべてから、プルマンの名前が消されたことがある。プルマンの残った資産すべての競売が、シカゴ近郊のイリノイ州プルマン市の工場で1970年初めに行われた。プルマンインコーポレーテッドという会社自体は、 残った債務の処理と顧客対応を行うために1981年から1982年までデンバーに事務所を置いて存続していた。一方、鉄道車両製造事業のプルマンスタンダードは衰退しながらも新台車営業部門よりは長く営業を続けていた。プルマンスタンダードはプルマン市にあった工場を1955年に閉鎖した。 プルマンスタンダード最後の軽量客車は1956年4月にユニオンパシフィック鉄道向けに製造された。その後のプルマンスタンダードは通勤鉄道や地下鉄向けの車両やアムトラックのスーパーライナーなどを製造していた。ニュージャージートランジットで運用されるコメット客車、プルマンは1970年のニュージャージー州交通局への販売を皮切りに トランジットアメリカというブランドで通勤輸送向けのコメット客車を販売した。1974年からプルマンはニューヨーク市都市交通局にステンレス製の75フィート地下鉄、車両750両を納入した。製造契約で R46 型という形式となった。この車両はセントルイスカーカンパニー製造の R44 型と同様に マインハッタンの2番街の下の地下鉄新線で70ミ、H で走行するように設計されていた。セカンドアベニューの地下鉄の建設が遅れて、交通局はこれらの車両を他の路線に割り当てた。プルマンは同様にマサチューセッツアン交通局向けの地下鉄車両も製造し、これらはレッドラインに割り当てられた。プルマンインコーポレーテッドは、 1980年末まで独立した企業として存続したが、ホイールアブレーターフライト合併し、そして1981年の初めから半ばにかけて、プルマンの資産の分割へとつながった。プルマンスタンダードは1981年にプルマンから分離独立して、プルマンテクノロジーインコーポレーテッドとなり、 アムトラックのスーパーライナーを最後に1982年に製造を終了した。プルマンテクノロジーは1987年にその所有している客車の設計や特許などを目的としてボンバルディア社に買収された。2004年末現在、プルマンテクノロジーはボンバルディアの子会社として残っている。一方、プルマンカンパニーは そのカシャリース事業を1981年4月にプルマンリーシングカンパニーとして独立させ、後にこの会社はイテルリーシングの一部となった。報告記号は PLCX のままである。後にイテルリーシングと報告記号 PLCX は G リーシングとなった。1981年半ば、プルマンはカシャ製造事業を プルマントランスポーテーションとして独立させた。いくつかの工場が1984年に閉鎖され、残った、貨車工場と、プルマンスタンダードの貨車の設計及び特許は、トリニティインダストリーズへ売却された。1980年後半のホイールアブレーター、フライトの合併によって、同社の子会社となり、貨車製造事業を分割した後のプルマンは、 さらに合併と買収を繰り返し、多角化した企業として存続した。1982年1月、ホイールアブレーターフライは、煙突やサイロの大きな製造業者である MW ケロッグと合併し、プルマンとケロッグの両者を直接の子会社として保持した。1990年、ホイールアブレーターフライグループ全体が、 ウェイストマネジメントインコーポレイテッドへと売却された。プルマン・ケロッグの事業は、ウェイストマネジメントから、プルマン・パワー・プロダクツ・コーポレーションとして独立し、2004年末時点では、スペシャルティ・コントラクターのストラクチュラルグループの子会社、プルマン・パワー・ LLC として、事業を行っている。プルマン以外の部分について説明しておくと、プルマン・ケロッグの他の建設事業部門は、 新しい MW ケロッグとして独立し、1998年12月に合併により、ケロッグ・ブラウン・ルートとなり、後に油田会社ハリバートンへ売却された。最終的に他のケロッグの事業は、ラストエンジニアリングと合併して、ケロッグ・ラストとなり、後にヘンリー・グループ、そして、ラストインターナショナル、ラスト。インターナショナルへと解消し、今日では、 ハリバートンと世界中で競合している、ワシントングループインターナショナルのラスト部門となった。ワシントングループインターナショナルは土木、受け負い事業のモリソン・クヌード船の後継者であり、またモンタナ・レールリンクの所有者でもある。プルマン・ケロッグのケロッグ側の事業の分割の後、さらに貨車の製造工場が売却されて、1944年の会社分割によって生まれた。 プルマンカンパニーの正式な消滅により残ったプルマンの事業はウェイストマネジメントにより1985年5月に新しいプルマンカンパニーとして独立した。1985年11月、プルマンはピーボディインターナショナルを買収してプルマンピーボディとなった。1987年4月、プルマンテクノロジーがボンバルディアに売却された後、 会社名は再び、プルマンカンパニーへと戻され、1987年9月、クリーバイトインダストリーズと合併した。1996年7月、自動車のゴム部品の供給会社になっていた、プルマンカンパニーとその子会社のクリーバイトは、テネコへと売却された。2004年末時点で、プルマンカンパニーは、テネコオートモーティブの参加で、 自動車用ゴム部品を製造している。イリノイ州プルマンプルマンは、1880年に、シカゴの南14ミのところにある 4000AC の土地に、その名も、プルマンという企業城下町を建設した。町は、完全に、会社所有であり、6000人の従業員と、そのほぼ同数の家族に対して、住宅、商店、図書館、教会、娯楽などを提供していた。 従業員は、近くの自治体でより安い借家を借りることができたにも、かかわらず、プルマンに住むことが義務付けられていた。ある従業員は、このように言ったと伝えられている。我々は、プルマンの家に生まれ、プルマンの商店に養われ、プルマンの学校で教育を受け、プルマンの教会で教理を習い、そして死んだら、プルマンの地獄へ行くだろうジョージ・プルマンは、労働者にとっては、 尊大な習慣であると考えたため、街では酒が禁止されていた。しかし、会社が経営するホテルフローレンスでは、主に顧客のために酒が提供されていたが、これは一般の労働者にとって高すぎるものであった。1898年、イリノイ州最高裁判所は、シカゴと合併したプルマンの街を売却するように命じた。プルマンの周辺にある、 ハイドパークタウンシップも同様に1889年にシカゴへ合併した。今日では、プルマンはシカゴの近郊にあるアメリカ合衆国国定歴史建造物であり、この独特な地域の復元に向けて強い意欲を持った人々が活動している。プルマンのポータープルマンはポーターでも知られている。プルマンはポーターとしてアフリカ系アメリカ人を雇っていた。 ポーターは多くの観点で単純労働であると言えたが、この当時アフリカ系アメリカ人に開かれていたほとんどの職業より良い給料が得られ安全でもあり、またこれに加えて旅行する機会に恵まれ、当時のアフリカ系アメリカ人のコミュニティでは良い仕事であると考えられていた。プルマンのポーターはーフィリップ・ランドルフの元と、信頼者ポーター組合に加入していた。 すべてのプルマンのポーターは実際の名前にかかわらず旅行者からはジョージと呼ばれていた。この習慣は会社の設立者であるジョージ・プルマンに由来している。プルマンはこの当時アメリカ合衆国でアフリカ系アメリカ人を雇用している最大の企業であった。ありがとうございます。